大阪市生野区に世界に誇るレンズメーカーがあります。何がすごいのかアンさんが尋ねます。こうおしゃれ、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私地元にこんなおしゃれで素敵な建物があるっていうのを知って今感動してるんですけれどもありがとうございます。普通のメガネ屋さんかなと思いきや、はい、ちょっと違うなと思うのがたくさんのレンズがあるんですが、こちらのお店のコンセプト教えていただいていいですか。はい、当店なんですけれども偏光レンズと言われる、まあ、ちょっと特殊なレンズなんですが、うん、はい、こちら、まあ、色がついているのでサングラスになるんですけれども、はい、そちらを専門で扱っている直営店になっておりますね。これが紫外線の季節じゃないですか、はい、するとこう肌とか体の紫外線カットされてても、はい、実はサングラスが紫外線カットするものじゃないとこう目から脳にこの信号が渡って、はい、そこからシミを出すとかっていうふうに言われ出して、はい、サングラスこだわる女性増えてるんですよ。そうですね、当店でも最近女性というのはここ数年特に増えています。デパートとかでどうしてもファッションサングラスっていうのがまず女性使われてる方が非常に多いと思うんですけれども、はい、特にここ近年はもっと目にいいものはないんですかと言ってご来店される女性が圧倒的に増えてますね。やっぱりね、はい、なんか今偏光レンズっておっしゃったんですけど、私もまだまだ詳しくなくて、はい、どうなんですかね、レンズでそんな違うものなんですか。そうですね、ちょっと口で伝えてもなかなか分かりにくいんですけれども、はい、紫外線をカットするっていうのはもちろんサングラスとして必要なことだと思うんですが、はいはい、それ以外にちょっと他にも取るものがある、雑光っていう光を取ってくれるんですけれども。雑光、雑光、雑な光ですか。そうです、まあ、パッとちょっとイメージは分からん。はい、体験してみると全然違うので、ぜひ一度体験していただくといいと思います。じゃあぜひちょっと何か見せてもらえます、はい、びっくりされると思います。ではですね、こちらのレンズ縦で持っていただいて、はい、どちらの目でも結構ですから、この水槽を片目で覗いていただいてもいいですか。はい、あってもなくてもそんなに差はないと思うんですが。あ、そうですね、はい、軸にしていただいてレンズを横にしていってみていただいていいですか。わかりますか。あれ、あれ変わった色が、はい、中が丸見えに縦と横で比べると変わるんですが、あれこれだと普通にこれ多分レンズ入ってないでしょってこう指を入れそうになるんですけど、はい、横にしたら色がもう水槽の池の色が真っ黒に変わりました。そうですね、両目で覗いていただくとわかりますが、もう水の中は全部見えるようになるんですね。はい、外すと電信柱なんかが映ってたりすると思うんですが、もういろいろと映り込んじゃって反射して中しっかりわかんないです、はい、でもこうやるとしっかり水の中見えます。そうなんです、金魚ちゃんがいっぱいいるそうですね、なんですか、もしやそれ用の。そうなんです、すごい感動。これこういうのをまあ独自に作ってるメーカーになるんですけれども、これね、はい、やっぱりこう山に登るとか、私だったらゴルフもするんですけど、はい、ほんとちょっとした芝見を読むとか、はい、もう晴れてる時にスポーツでね、はい、あると全然違いますね。違います、まあ、普段気づかないんですけれども、いざこう比べさせられるとわあ違うんだっていうのがお客様ですごい多い声になってるんですけど、やらしいこと言うけど、はい、これやった人みんな買うでしょ、これだってこれやったらもうびっくりするもん。車のガラスのガラスが変わったみたい、ガラスが木を映してたのをやめて、はい、中を映してるって、違う中のなんていうの、違うスクリーンを見てるみたいですよ自分の運転してる側のダッシュボード、こちらもよく映ったりしますよね。危ないですよね、はい、あれもスーッと、うん、やだ、なんて声レンズが今までなかったんだろうすごい、これがなんかこの私の地元にあるっていうのが個人的にすごく嬉しい。こちらのメーカーではこの偏光レンズをご自身のサングラスに装着も可能。お気に入りをハイスペックに変身。さらに店内にもファッショナブルなラインナップ。可愛くない？そうですね、今こういったものがやっぱり女性には流行りといったらあれですけれども、はい、特にこういうものをちょっとお化粧をするのを手抜きたいなって時とかに、やっぱりこういう大きいものを選ばれる方が増えてます。ピンで顔色よく見せたい時は振り山が綺麗な色でよく知ってね。さすがですね。これでレンズがこだわりですし、店のお店で作ってるって
なんか今までオーダーメイドっていうと意外とファッション性は欲しいオーダーメイドのものが多かったりっていうイメージがあったんですけど、はい、こんなに種類があるんですね。この可愛い、なんかミルキーちょっと変わってて可愛い。やだ、足して何でも本当何でも似合いますね。ありがとうございます。素晴らしい。それにしてもすごいこだわりですね。はい、あの当店、あの当社の社長がこだわって、あのこの国内販売というのを始めたんですけれども、はい、今ではあの隣のカフェでも非常にこだわりを見せてさせていただいておりますね。いや、そうなんですよ。建物の外観からしてもすっごくおしゃれで、外から見たらあれ眼鏡並んでる、でも隣カフェになってると思ってたんですよ、はい、これ一緒の会社がされてる。はい、当社経営させていただいてます。結構こう緑とか木を多く使った、そうなんですね、カフェで、先ほどちょっとコーヒー飲んだんですけど、むっちゃ美味しかったです。あ、ありがとうございます。はい、隣のカフェのこだわりっていうのは、特に今やっぱりカフェってすごい流行ってるんですけれども、うん、あの女性がすごい満喫していただく本物の空間で、本物の料理であったり、コーヒーであったりっていうのにすごいこだわってさせていただいてますね。本当に美味しいコーヒーとか、やっぱり日本はお茶文化じゃないですか。はい、美味しいもの飲むと呼吸が楽になるというか。本当あのゆっくり憩える大人の空間といった感じですよ ね、はい、またこの辺りでなかなかないスペースですね、はいはい、これからさらにこうお客様にどんな風にこうこのメガネを愛していっていただきたいといった何か夢や展望があれば教えていただけますか。そうですね、ここ自身が田島っていうのがメガネレンズ発祥の地として、あのそうだったんですね、はいはい、させていただいているので、まあ、今後、まあ、より一層立場っていうのを分かっていただいて、うん、当社のレンズっていうのも、うん、いろんな特に女性の方っていうのは今健康の意識高まってる方も多いんですけれども、はい、あのまだまだやっぱり果たしてサングラスなのかっていう女性も結構いらっしゃるんですね。ちょっと私宣伝部長しますよ。地元です。同じ行くののちょっと足伸ばした桃谷の方なんですけど、あのこれからもっともっと注目されるべき分野なんですよね、はい、それがこんなにおしゃれで可愛く普段から使えるものがあったら、なんかプレゼントに差し上げてもいいですよね。そうですね、うん、大変喜ばれると思いますね。はい、私もちょっと自分のお家のメガネ何十個か送りますね。ちょっと今レンズいくつかちょっと変えていくところから、私も新たな分野でそこにあの注目して意識を変えていきたいと思います。はい、はい、世界に誇るレンズメーカータレックス、びっくりするほど目に優しい、健康の意識が高い女性に人気上昇中、アンさんも認める一品です。